みんな、久しぶり。アリア、ジ、オリジネーション、ドラマ CD、テーマトーク、キャストクレジット、始めます。これは、キャストの皆さんに、テーマに沿ったコメントをしていただくコーナーです。皆さん、準備はいかがですか？はい。はい。バッチリみたいですね。さてさて、ドラマ CD1 巻では、冬のアクアの新たな魅力がたくさん発見できました。アキラさんに見せてもらった綺麗な蒸気霧や、宇城島から見える雪、鎌倉の暖かさなど、今まで知らなかった意外な発見がいっぱいでしたね。というわけで、今回のテーマは、あなたの意外な一面です。気が強そうに見えるけど、実はお化けがすごく苦手、とか、細いのに実は力持ち、などなど、みんなが知らないあなたの意外なところを教えてください。ちょっとあかり、だいぶこじつけなんじゃないの？まあまあ、愛花ちゃん、固いこと言わないの。それでは、テーマトークスタート！わー！スタート。はい、水無しあかり役の葉月えりのです。はい、皆様、収録お疲れ様でした。私の意外な一面。ということで、私は虫が平気です。なので、夏によく出る黒い物体とかも退治できます。すごい。全然平気なの？むしろ逃しません。何もないときは。何？何の？とっさに足でとか。すげえ！これは、まあ。優秀だ！トイレットペーパーで包んでトイレに流すんですけど、まあよく道とか庭だとバッタとか、あと道をこう横切ってるミミズちゃんとか見かけると、遅いので惹かれちゃうから、こうつまんで土に返してあげるとか。はい。そういうふうに虫とたわれるのが好きです。動物全般大好きなんですけど、虫も可愛いなと思ってしまいます。大丈夫。何でも。そうかな？可愛いんですよ。顔をよく見るとすごく愛嬌があるので、G はちょっと、まあ、それは退治する対象なので。できる時点でね、もう。はい、なのでね、何か G さんが出てきたら、G さんだと。呼んでいただければ退治しますので、はい、お待ちしております。はい、では、続いて、アリシアさんです。うわ、アリシアさん。はい、皆さんお疲れ様です。アリシア役の大原さやかです。エリシーも言ってたけど、私も、ガマガエルとか普通に掴んで、持ってけたりします。よくなんか、爬虫類とか、触れない人多いじゃないですか、トカゲとか。だけど、私は結構平気で、まあ、虫も割と大丈夫なんですけど、夜ね、まあ、さっきエリシーも言ってたけど、ガマガエルが、こう、惹かれそうになっているのを何度も助けたりとかしてます。手のひらサイズの。って話すと結構男の人に惹かれたりするんですけど、可愛いもんですよ。あとね、トカゲとかもたまに見つけると、こう逃げ出そうとするのを、ちょっと尻尾の先を押さえたりするとね、途中で切れてね、逃げたりするんですよ。なんて、その様子を見ながら。楽しみ一面もあったりします。これ、聞かれるかな？すいません。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、アリアポコ店社長の西村ちなみです。そう、ポコ店ですね。お疲れ様でした。久しぶりに、みんな全然変わってなくて、いいなって思える現場の一つです。意外な一面。いろいろ考えましたが、意外に結構、乙女チックな可愛いとこがあって、昔片思いをしてるときに、すごく好きで会えないときに、その人が好きなカフェの大好きなメニューを食べに行って、会った気分になったり、みんなしますよね、多分。嘘。すごく、で、あとはその人がよく行く雑貨屋さんに行って、ちょっと会えないかなとか、結構、一歩行くとちょっとストーカーっぽい、でも、すごい、もしかして会えるかなとか、いうことをすごい、キュンキュンやってました。はい。ね。でもまあ、振られましたね。
や。あ、でも、家も探しましたね。そういえば。ね、そういう微妙ですよね。ね。はい。気をつけます。皆さん気をつけてください。でも、なんかそういうのって、好きな人のメニューを頼んで食べてる自分が、ちょっといいな、みたいな。ね。ね。わかりますよね、はい。はい。よろしくお願いします。で、次は、愛花ちゃん。はい。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。愛花Sグランチェスト役の斉藤千和です。意外かどうかわかんないですけど、うちの部屋めちゃめちゃ綺麗です。結構来てことが、来てくれたことがある人いると思うんですけど、アリアの中にも。物がない。そう。今みんなに来てもらっても大丈夫なぐらい、うち綺麗です。大丈夫ですね。お掃除好き？あのね、軽い潔癖なのかもしれない。結構綺麗にするのが好きです。ゴミとかなんかふわーっとかいうのは舞ったことはないかな。回らない。回るものだよ。走ったりするとね。そう。結構綺麗だよね。そう、そうなんですよ。そうなんです。本当に綺麗です。あの、物を買ったらその分、いらなくなるの捨てられる。あ、すごい。ちょちょ、ものすごいマイクを振ってるけど大丈夫？ああ真後ろ向かって。そう。みんなと話しちゃった。なので、それはもしかしたら意外かもしれないと思います。綺麗にしてます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあ、アリスちゃん。はい。え、無理は。アリス・キャロルのヒロハシです。ヒロハシです。お疲れ様です。今日も半袖で頑張ってます。え、ちゃんと上着も着てきましたよ。まあ、そんなことはどうでもいいんですが、意外なところ、あの、私はすごく少女小説とか読んだり、少女小説？うん、なんかこう、乙女なものがすごい大好きで、なんか、マシュマロっぽいのとかも可愛くていいなとか思うんですけど、なんかこう、キュートな感じとかもいいなと思うんですけど、実は、甘いものが好きじゃありません。甘いものもちゃんとみんなと行った時とか食べるし、食べたくもなるんですけど、でも、なんか可愛らしいものが好きとか言ってる割には、そんなに甘いもの好きじゃないです。それは意外かも。それとかよりも、塩辛とか、ポテトチップスとか、なんかそういう塩系な、酒飲みだから。酒飲みじゃないの。もうお酒を飲むのはやめたので、そういう可愛いものを。え、それが一番いいの？なんで？なんじゃないよ、もう私お酒は飲みませんの。いろいろあったんだよ。ということで、失敗したの？次は誰かな。次は私だ。アキラさんです。よろしく。お疲れ様でした。お疲れ様です。フェラーリです。ペコペコしてそうだ、りょうちゃんどうしたの？でもいいんだよ、私。後で聞いておきます。そうですね、私の意外なところ、まあね、まずこの番組内でキャスト内で一番泣き虫っていうのは皆さん意外だと思われるかと思うんです。さっきは犬話で泣いてました。犬と飼い主の別れの話。はい、まあ泣き虫なら多分もう皆さん、これはアリアファンの皆さんも周知の事実だと思うんで、まあ意外ではない。でもまああとは何だろう。あの、姉子っぽく見えるけど、実は私、妹キャラです。妹キャラ？ちょっと分かる。音ね、音ね。女っぽいのは。女っぽいのは。意外、女っぽいのは意外じゃ、あの、そう？あの、はい、100% 女なんですけれども。でもまあ。女でしょ。実際ね、あの、兄弟構成は兄、私なんで、でもなんか結構、下に弟がいそうとか言われるんですけど、うん、全くいないし、私はこう、あんまり頼られても、ちょっと頼らないでくださいっていうタイプです。はい。はい、そういうわけです。ありがとうございました。アテナ役の川上智子です。お疲れ様です。ちょっとね、なんか軽く暴露コーナーになってる。だね。私、こう見えて、すごくいろんなことが遅いです。いやー、こうだね。意外じゃない。みんな知ってるでしょ？はい、でも、遅いんだけど、早いものに乗るのが好きです。なんか、からこそ、あの、
カート、スポーツカートとか、あと車もなんだろう、サーキットに行って走ったりとか、そういうのが好きです。でもタイムはさほど速くないです。でもまあ女の子の中では割と速いところに行ってるみたいなんだけど、でも遅いです。アテナさん的にはなんだろうな、彼女も歌が得意なんだけど、私は小学校から高校まで合唱団に入っていて、で結構真面目にやってたので、ハンガリーの音楽祭に呼ばれたりとかして、歌ったりしてました。はい、北欧？あ、でも向こうにヨーロッパに行くんじゃなく、向こうの音楽祭が日本に来た時に出てくださいって言われて出たりとかしてました。はい。が、しかし、歌をやっていると語学をすごくやらなくちゃいけないので、イタリア語だったり、ドイツ語だったり、まあ、英語とかね、あと何？何がある？あ、まあ、日本語もそうだけど、まあ、日本語はできるんですね。なんか、それに悩まされて、結局、歌はやめてしまったので。うん、そんなことがありました。はい、なんでアテナさんもやれて幸せです。はい、ありがとうございます。こう一点あ、本当だ、こうじゃない、ああ、こうじゃない黒白濃く濃く一点、赤月役の野島博文です。お疲れ様でした。今日は男一人で肩身の狭い思いをしてます。そう、今日上田さんいないから、ウッディさんいないから、そうなんですよ。意外な一面、もう僕大体もう自分のプライベートなことから、何からプライベートなことから結構あちこちで言っちゃってるんですけど、僕アクティブにいろいろ行動して、なんかロッククライミングやったりとか、行動するのが好きな、自転車で、今自転車でロッククライミング意外まあガヤはほっといて自転車であちこち行ったりするのも好きでアクティブなんですけど、ジェットコースターが大嫌いです。男性苦手な人多いのでもね、うん、超苦手で。なんで？横揺れは好きなんですよ。横じは好きなんで、ギューンギューンってなる。落下が嫌なの？落下が大嫌い。フリーホール、フリーホールもあるじゃないですか、あの乗り物は。本当もう何がいいのかさっぱりわかんないですね一個も楽しくない。多分一生もう乗らないと思います。一回乗ったんだ。一回乗ったことあって、一回乗ってもう嫌だと思って。だからバンジージャンプも多分一生やらない。私もそれやんない、うん、スカイダイビングもやらない、うん、なんないです。が苦手なのは意外かな。言ってなかったかな今まで。意外だ、はい、結構みんな意外持ってるですね自転車でロッククライミング。そう、自転車でロッククライミングはこれから挑戦しようかなと思って、はい、新しい。じゃあそんなで、まあ社長。はい、はい、まあ社長役。あれ、私、これ音役だったかしら渡辺明乃です。お久しぶりです。お疲れ様でした。うわー。意外な一面、この普通にあかりちゃんのセリフの中にある気が強そうに見えるけど実はお化けがすごく苦手っていうのがこのまま多分僕当てはまるんですけど、なんかお化け屋敷とかね、やっぱこうら狙った男の子と一緒に入ってさ、狙った男の子あるじゃん、よく漫画とかで、キャーキャー怖いみたいなさ、ああいうのができる程度の恐怖心だったら、きっとはもっと若い頃にやってたと思うんですが、僕はこう、クラスの男子がやったお化け屋敷の試しに、明るい状態で中を見てって言われた時に電気を消されて腰を抜かした女なんです。立てなくなっちゃったの。立てなくなって、クラス全員の男子からこう土下座して謝られて、本当にごめんっていう、それぐらいなので、まあ、お化け屋敷は入りません。あとも意外なのは、そうですね。二十歳を超えてからピンクが好きになって、部屋がピンクが多いです。意外だね、それ。ピンクなの？意外でしょ？意外でしょ？めっちゃ意外。もう、ただ、さすがにもう二十歳も超えて、ここまでこう、いろんな服を着てきましたが、ピンクの服はちょっと無理かなと思って。
いや無理ですね。いや無理ですね。いや無理やな。無理だな。まあ、あとはまあなんか意外な一面をこれからまだまだ見つけていきたいなと。あと、ちょっとお酒が弱くなりました。ありがとうございました。みんなお酒に関してどうしたの？あ、グランマの松尾よしこです。お久しぶりです。ここに来るのとっても嬉しくて楽しみにして毎回来ています。皆さんお酒でなんかいろいろあったのかな？なんか痛い思いもしてました。まだまだあなたこれから人生長いのに、そんなに早くお酒卒業しない方がいいよ。いや、私、あかりちゃんのね、ね、じいちゃんとか、あ、じいちゃんは私あんまり苦手なんですけど、青虫。私好きなんです。それで、うちに、ゆずの木があるんですけど、アゲハチョウの、が今年、もうちっちゃなゆずの木に、もうトータルで25、6個卵生まれちゃって、で、それが黒いちっちゃいのから青虫になって、あれ知ってます？みたいな。黒いのが青虫になるときは脱皮するのわかると思うけど、青虫が、一回り大きくなるときも脱皮するんですよ。あ、そうなんだ。そうよ。私、ちょっとした青虫博士になりそうなぐらい。もう観察して、もう一時間までして脱皮するの、ずっと。デジカメラでカーってやって、あーって思った瞬間に脱皮始まっちゃって。とか。水の木にいる青虫ってツンツンってやると、オレンジのやつ、そうそうそうの。うん。オレンジのあれ臭いのね。あれは敵に対しての防御のあれで。あれが意外に、触らなくても、結構くっついてんでしょ、長い間。匂いが。それで、今年は、23羽ぐらい、あれ、アゲハチョウって1頭2頭って数えるんですってね。ね。23、4頭、アゲハにしました。すごい。それもアゲハの母や。アゲハだ。すごい。もう少しでもね、東京でアゲハが、だけども、ゆずの木はちっちゃいのに、餌がなくなっちゃって、しょうがないからもう緊張のあれで行って、もう朝行って取ってきて、夜行って取ってきてって。そう。だから、こうね、掴んで、こう乗せてあげたり、まあ、全然平気です。それは意外でした。意外だったかな。またね、グランマがちょくちょく出てくると嬉しいんだけどなと思ってますけど、また今度来た時もよろしく。よろしくお願いします。そして、アイちゃん。はい、皆さんお疲れ様でした。アイちゃんです。水橋です。お疲れ様でした。ですね、意外な一面ということで、そうですね。自分が他人からどう見られているのかをまずわからないと、これはなかなか言いようがないなと思うんですが。まあ、私はパッと見てすごい小さいっていうのをよく言われる、細いとか言われるんですけれども、結構、重いものを持つのが平気で、今持ってるカバンとかものすごくカバン自体がもうそもそも重いんですけど、意外と自分ではあまり感じていなかったりして、意外とこの気がつけば体重の半分ぐらいの荷物を持ってるんじゃないのみたいな時もあったり、そんななんか重さを感じる力が鈍いんじゃないかなとか思うんですが、これでまあ、素手でリンゴを潰せる。そういうのがあると完璧なんですが、まあ、重い荷物が平気だよという、まあ、それぐらいなんですけども、意外なのかどうか、それは皆さんにね、決めていただくとして、まあ、そんな感じです。はい、ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。意外なお話が。てんこ盛りでしたね。はい。ドラマ CD1 巻楽しんでもらえたでしょうか。なんと、第2巻も素敵なお話がいっぱいなので楽しみにしていてください。では、ま